イクは取ってもいいんですかね。ああ、いいですよ。ありがとうございます。これホスク、ホスクってどこのバイクなんですか。日本の。あ、日本の、はい、日本のホスクっていうメーカーですか。山田林政館ってところは出し。へえ。今はないんですか、山田林政館は。あるはある。あるんですか。でもこれ作ってた会社はもう全然ないですけど。あ、ないんだ。うん。日本高速機関ってとこは作った。へえ。これ250って 250cc ですか。へえ。何年式なんですか。何年の。1958年。いつ頃手に入れたバイクですか。これ何もないですよ。7、8年前。その当時も動いてたやつですか。あ、ボロボロですか。はあ。まあそれ上がると思わなかったからね。直すのにも結構お金がかかったんですか。お金もそうだけど。時間も。物がないから。ああ。なるほど。はい。相当貴重なバイクですね。台数も少ないってことですか。数は少ないですよ ね、 ね、はあ、初めて言った。計算された台数も300台だろうから、はい、あ、じゃあ現存するバイクはもう半分以下かもしれない。もっと少ない、はあ、うん。あ、そうなんですか。動くんはあるかどうか。え、そうなんですか。そうですね、もしかしたらもう世界に1台かもしれない、動くのは。あ、関西の方にもう1台あるっぽい話は聞いた。あ、そうなんですか。すごいですね。はぁ、じゃあ内部品は自分で作ったりするんですか。自分ですとか、まあね、周りにいる人が、あ、来てくれる人がいなくて。あ、いるんだ。あ、そうですよね。すげえな。これをあえこれ探して見つけたんです。トントン出てきた。あ、これ探してですか。これ探してっていうか、このバイクは前から知ったんだけど。あ、知ってたんだ。あ、そういうこと。あ、個人から手に入れた。あ、そういうこと。はあ、気になってて欲しいなと思ってついに手に入れたって感じですか。へえ。じゃあ今は不具合なく絶好調。とりあえずはもうほとんど。ありがとうございました。世間の。